ははいこんばんばです、えー、今日の文具王の文具深夜便はこんな話。はい、えっ、ー、と今日ですね、あのー、本編の方で紹介した、えー、この車なんですけれども。 ねあのー、ミッドフィールダーっていう名前で出てるんですけれども、まあ、見た目が B1 に似てるって言われましたけれども日産だっけな B1 っていう車があってですね、えー、その車によく似てるっていう話なんですけどまあ、その通りでえっ、ー、と これもしかしたら、なんだしえっとね、僕ね、B1 のモデルも持ってたような気がするんだよな。えっと、B1 のノベルティにも使われてたような気がする、ちょっと詳細を覚えてないです、えー。ちゃんと調べてないんですけれども、えー、B1 って書かれてるやつもあったような気がしますというやつで、まあ、明らかにこれはですね、えー、あの、その車を。 あのモデルにして作ってるんだと思いますということなんですけれども、ね、あの当時から B1 は結構人気のあった車でしてということなのでまあ、あのー、そういうのもあったりするよねっていうあの現物を、まあねえー、モデルにして作るってこともよくあったりはするんですけれどもこのシリーズはね確かね結構ねそれっぽいやつがあるんですよ。 まだちょっとねこれにはね兄弟がいるのでまたちょっと今度それはね、えー、紹介していきたいなと思いますけれどもまあなんでしょうねこういうのはね、えー、まあほぼほぼ役に立たないと思っていながらつい買ってしまうっていうやつですねであとねまあありがちなんですけれども今日話しててねここに定規が入ってなかったっていうのがあったんですけれどもあのー、こういう道具で まあ僕がなくしたのかっていうとね多分ねこれはねう多分ね中古なんですよえっとオークションだかなんかそのメルカリだかどこで買ったかも覚えてないですけどね骨董屋で見つけたのかわかんないですけれどもそんな感じで手に入れたと思うんですけれどもこれはですねあの使えるものほどなくなるんですよあのまあ 使い勝手の悪いものっていうのは減らないんですけれども案外多分ね定規はね普通の定規として使えたんだと思いますだから、えー、出して使って戻すのを忘れたというところじゃないですかねこれなんかはねもう戻すとこがはっきりしてるんでもうこれ用にしかなってないんでここに戻すって感じですけど多分ねこっから出した定規は別にここに戻さなくても定規として多分存在できるんでしょうね。う ま正直ここに入っている消しゴムとかっていうのは別に使うかっていうと使ってなかったんでしょうねこれ触るとこれだってこれ天然ゴム系の消しゴムだよねっていうことなんでまあ本当にこれがねなんでこれ天然ゴム系のあそうそうこういうのもね見てると面白いんだよねこのゴムってあのいわゆるプラスチック消しゴムじゃないんだよねこれはあの天然ゴム系の消しゴムですでなんでかっていうと こいつがスチロール系の樹脂だからなんですね。ABS かスチロールだと思うんですけども ABS かなあのこのこっちにですね塩化ビニールを使ってしまうとですねこいつの過素剤がこっちにくっついてこっち溶かすっていうですね移行っていうんですけどまあ移るですね移行って言ってその中に入っている過疎剤っていう成分がですねまあ,あの柔らかくする成分なのでこっちにつくとこっちに溶かすんですね。ということが起こるので。 おそらくここはですね、えー、プラスチック消しゴムじゃなくて天然ゴムの消しゴムを使っているよというねそういうねもうこれはねこうやって見ていくと物事には材料選定においてはですねちゃんと何かしら理由があって作られているんだよってことが分かります。うん、ね古くなってくるといろんなところがですね、まあ、溶けたり潰れたりしてくるんでそういうところもね えー、まあ作ってる段階で気にしてはいるんだなーっていうことが分かったりしますということですはいなのでまあちょっと定規ね入ってるやつをなんかちゃんと探そうかなで僕ね確かねもう一つか二つ持ってたはずなんですよなのでそいつもちょっと後で確認をしてみたいんですが今はねそれどころじゃないっていうね状況なので、えー、ただの愚痴ですけれども。 <laughs> 仕事が終わんねえよーっていうね土日もねこれねフリーランスの悲しいところというかですねフリーランスっていうよりもね何でもやなんだよね今ねなんでちょっとねやることが多すぎてということでですねえ今そんな感じですんでまあえちょっとね落ち着いたらねこれほにねあのね話したいことが山ほどあってですね終わらないんだけれどもまああのね 言いたいことはあるんだけどやっぱり伝えるためには準備も必要なんだよね。ということでですね案外そのこうあれを言おうこれを言おうっていうストックはあるんですよなんですけれども見せるためにはまずあれとこれを用意しておいてこんな図を用意してとかこんな風に見せる順番でものを用意しといてとかね見せるためにはそれを作業するためにこういうのを用意してとかって考えるとですね あ今日は無理だってなるんですよ、ね、なのでまああのー、ちょっとね立て込んでる時はねあのー、その何て言うのかなアカデミックな内容の話っていうのはなかなかちょっとしんどいなとは思うんですけれども本当そっちやりたいんですよねやっぱねあのー、こうなんかこうもちろんねものの説明ももちろんしたいんですけどこういうのはね深夜便でいいかなともう本当は思ってるんですけれどもまあまあまあそんなことも思いつつ え見せていきたいなと思いますということで今日はねこれだけつのも何でも1個ねこれねお絵かきうさぎあのガチャコレクションはもう本当に深夜便でやろうと思っててあの,あのすごいやつ以外はもう深夜便でいこうと思うんですけどこのお絵かきうさぎっていうのがありましてこれはねエポックっていうところがやっているカプセルコレクションですねなんですけれどもはいえっと今回はカプセルコレクションのですね お絵かきうさぎってやつですねこれはまあどういうものかというとですねお絵描きをテーマにしてるので絵筆を持ってるうさぎさん、まあ、ねうさぎがですねこうやってですね筆を持ってですねめっちゃちっちゃいんですけれどもかわいいかわいくないですかこれでこれがですね、まあ、机の上とかに置くとこんな感じになっててですねかわいいっていうあとこれはね キーホルダーになってるんですけどまあねノの具のチューブにこうやってしがみついてるウサギさんでしょ造形がまたね最近は上手だよねこんな風になってますあとねこれはねバケツですあのー、ね筆洗って言うんですけどね筆を洗うためのバケツですね黄色いのが良かったんですけど白になっちゃいましたけれどもこんなところにですねウサギがいるっていうですねものです <laughs> 何に使えるのっって言ったら別に何に何も使えないんですよただただこれいマスコットが可愛いっていうだけなんですけどあれだとうさぎが可愛かったのとですねこのなんか筆持ってるうさぎが超可愛いかったんですよこれがなので可愛いななと思ってですね、えー、ついガチャ回しちゃいましたということでうまくねこれ3回回して3匹ちゃんとね違うやつが揃ったのでまあねこれほら。 え6種類あるんですけれども色違いで結局形は3種類なんですね赤も本当は欲しかったんですけれどもこんなふういしないということでですねえちょうど3つ揃ったのでまあラッキーだったかなと思いますなんかねこういうのがなんかねじゃあどこに飾るのって言って飾る場所ももうねあの部屋も狭くてですねなくなりつつあるわけですがこういうのをね つい買ってしまうダメな大人になってしまったな、僕はと思いながら、はい、えー、ガチャガチャをやってしまいました。いつ引いたのだかもう覚えてないっていうのがダメだな、っていう感じです。なので、えー、ついね、ガチャが並んでるのを見るとですね、文具が入ってないか調べてみしまう、えー、今日この頃でした。ということで、今日はそんな <laughs> お話ですいません。<laughs> ってことなんで、 またちょっとですね、えー、今やってるお仕事がちょっと片づいたらですね、えー、濃いやつね、1個1時間以上あるようなやつも一回ちょっとやりたいですよね。あの授業とか講義みたいなやつもね、やりたいですよということで、今日はすいませんが、こんなお話でした。以上です。はい。えー、皆様、いろいろコロナで大変で、あ、そうそう、あ,のあれだね、非常事態宣言が解除されて、 明日から仕事なんかね、えー、バリバリみたいなのもあるかもしれませんけれども絶対クラスターとかね、まあ、あのまだちょっとね、あのー、潜伏しているよくわからない人たちもいると思うので、あのー、本当にね気を抜かずに、えー、皆さんあのー、ねうがい手洗い、えー、その他マスク、えー、気をつけてですね、えー、やっていきましょうということでえー、ねまあ 今日はそんなお話でした。ということで、皆様、えー、おやすみなさいと。